東部熊谷線。熊谷線は、埼玉県熊谷市の熊谷駅から、大里郡南沼町、現、熊谷市の目沼駅までを結んでいた東武鉄道の鉄道路線。地元では、目沼線とも呼ばれていた。もともと軍の命令で建設された路線で、第二次世界大戦末期に、群馬県大田市の中島飛行機、現、スバルへの要因、資材輸送を目的として、 熊谷駅東部小泉線の西小泉駅間の建設が計画され、第一期工事区間として1943年、昭和18年12月5日に、熊谷駅目沼駅間が開業した。なお、免許は東小泉駅、起点熊谷駅間となっている。建設には、上、熊谷駅付近の高崎線と、秩父鉄道秩父本線の分岐部の三角地帯に、 転車台などの作業基地を置いた。秩父鉄道の大麻製付近の貨物船で荒川から土砂を採取し、秩父鉄道のダイヤを縫いながら7分で石原付近の森秩部へ輸送した。そのため、熊谷線の森秩部は荒川の河川部と同じ歴を含んだ砂地であり、周囲の地質とは異なっていた。高崎線の立体交差は幹線として、 日夜運行量の多い高崎線の邪魔にならないように、土を盛るのは微妙な調整のいる、難工事であった。また、三考体制の特管工事であったにもかかわらず、死者は一人も出なかった。熊谷市石原付近、上、熊谷駅水石原駅中間地点のやや石原駅より、かつての熊谷線と秩父鉄道の分岐点で、秩父鉄道をオーバークロスして、 秩父鉄道の南側に並行して建設、熊谷駅南側に熊谷線のホームを設置する予定であったが、そのためのり土を構築する時間はないため、秩父鉄道の複線化用地と熊谷駅ホームを借用し、熊谷駅から上、熊谷駅、熊谷市石原付近を仮線都市開通した。この際に、利根川井の仮橋、第二期工事が完成した時、または、 秩父鉄道が伏線化するときに、これを変換するとした協定が結ばれた。戦時中の資材不足のため、熊谷線を建設する目的で東部日光線、合戦場駅北を単線化し、その際に発生したレール等を使用した。第二機構基部であるト根川の橋梁部は総計間、距離877.720メートル、中央部を東北本線岩沼駅構内に貯蓄してあった。 阿武熊川橋梁の掛け替えにより発生した、景間64.05メートルのトラス橋4連と、大阪城東線淀川橋梁から発生した、景間48.42メートルのトラス橋2連を、国鉄より払い下げを受け、河川時期部は、橋脚中心間23.070メートル17連は、日光線小倉川橋梁、橋脚中心間19.920メートル6連は、 日光線黒川橋梁、橋脚、橋台間12.930メートルは、日光線、橋梁名不明のもので、いずれも日光線単線化によって年出した上地、四季川ター橋、桁橋の一種で架橋する予定であった。これにより、利根川橋梁予定地には29脚もの橋脚、ピアのみが隣立することになった。軍事路線であったため、ほぼ一直線に、 オーラ郡大泉町を目指すルートとなっている。住民の生活路線として建設されたものではなかったので、沿線の集落、交通を考慮したルートではなかった。中奈良付近の埼玉県道341号、大田熊谷線、かつての国道407号との交差部は森土による立体交差の予定であったが、急を要するため平面交差とされた。これも、 トネ川への架橋が完成した時には立体交差とするとして当局より平面交差、踏切設置の許可を得た。しかし、第二期工事区間である新小泉駅目沼駅間、開通前に終戦を迎え、戦後、治水場の都合から工事の中断は直にはできず、トネ川を渡る橋梁の橋脚部分が完成するまで行い終了した。そのため、 ト根川を挟んで南北に分断された形で営業を行うことになった。その南側が熊谷線である。なお、橋脚は1979年、昭和54年に撤去されたが、邸内の一脚のみが群馬県側に残っている。し,かし小泉駅、熊谷市石原付近まで複線化用地があったが、急を要するため一部の路盤は単線分しかなく、 残った用地での工作は事実上黙認され、熊谷市、目沼町の大町に登録されていない幻の高地ということになり、戦後の食糧難事に、そこで収穫されたものは闇食糧として出回ったと言われ、熊谷線は闇食糧の買い出しで大変混雑した。今でも水田の中にある杭までが東武鉄道の所有地である。戦後、さらに、 熊谷駅から南下し、東武東上線東松山駅までの延長も検討されていた。なお、沿線自治体からは、協力を完成させ全線開通の要望はあった。東武鉄道は、詳細な調査を行う前の1969年に、東武鉄道目沼、大泉線建設の意向を表明したが、その後単独施行は困難とし、新会社設立案を、研究、 1972年に関連地方団体の出資による新害者案を提案。1973年に熊谷線貫通の建設費は苦にならないがその後の運営が問題とし、新害者案による全通が逃れないのであれば1974年9月7日に執行する未成線部分の更新申請を行わないと沿線自治体に通達。しかし地元関係者からの同意を得られず、 結果東武鉄道は免許を執行させることになった。開通以来赤字続きだったこともあり、廃線の話は幾度となく東武鉄道と沿線自治体の間で話し合われ、1983年昭和58年6月1日に廃線となった。廃線の主な理由は、そのため南口解説の際には、熊谷線は熊谷市石原付近で、 秩父鉄道をオーバークロスするとしたかつての協定を守るため莫大な資金が必要になったが赤字路線である熊谷線に東武鉄道が資金を投入することはできないため最後まで熊谷線廃止に反対していた熊谷市は南口開設か熊谷線継続かに社宅一を迫られジレンマに陥った結果として熊谷市は南口の開設 熊谷線の廃止を選んだ。原因としては、などがある。開通当初は、立林機関区所属の蒸気機関車、B2 型27.28号機県員で運転されていた。熊谷駅目沼駅間は、公員輸送しか行われず、資材輸送は行われなかった。日夜を違わずピストン輸送が行われ、目沼駅から工場までの連絡は、 東部バスによって刀水橋を経由して行った。目沼駅に着いた列車からバスへの乗り換えがうまくいかないと憲兵が飛んできたそうである。また、熊谷線は、米軍機による被害は一切出さなかったが、乗務員は乗客を守るために米軍機を見つけると、木立ちの陰に列車を停車させ隠すなどしていた。終戦後は、行員輸送も終わり、利用者の少ない熊谷線は、 本線よりも低質な石炭を回されたため、高崎線とのオーバークロスで蒸気機関車の蒸気圧が上がらないために勾配を上るのが大変で低速運となり、埼玉県立熊谷商業高等学校の生徒たちはあまりに遅いので列車を飛び降り、土手を下って学校に行ってしまったという話も聞かれた。後にはやや改善したものの、その鈍足ぶり、 熊谷目沼間、10. 1 0 1ロ m 2 4分から、沿線乗客には、やゆまじりの、のろま線の亀号を、亀と呼ばれていた。1954年、昭和29年に、旅客列車の無縁化を図り、3両導入した、東急車両製の機動車キハ2000型は17分で、走破し、またその姿から、特急亀号という呼び名で親しまれた。しかしその後、 特急の部分が取れてしまい、亀号に戻った。末期はほぼ毎時一本の運転であり、平日朝夕など、混雑時は木ハ2000系機動車に両編成、その他の換算時は炭鉱。大畑駅にあった交換設備も撤去され、全線一閉塞となっていた。終点目沼駅には、杉時管区目沼発出所が置かれていた。熊谷駅は国鉄、後に、 秩父鉄道、上、熊谷駅は秩父鉄道に委託しており、大畑駅も無人化され、末期に、東武鉄道の職員が配置されたのは、目沼駅だけであった。東武鉄道は熊谷線開業以前から、熊谷駅発着路線を中心に東武バスの路線バスを運行させており、熊谷線の代行バス、国道407号目沼バイパス経由急行も、自らの手で運行させていた。 しかし、モータリゼーションが進み、芝叩く間に、路線廃止、本数削減して行った。1999年には、廃線以前より運行している、埼玉県道341号、大田熊街線経由で、旧目沼駅や大田駅、西小泉駅に向かう路線バスを子会社の、旭自動車に移管。翌年には急行バスに名を変えた代行バスを、移管時に急行バスは、 通常路線化を同社に移管した。さらに翌年に、残りの路線を営業所ごと同じく子会社の国際ハイヤー、現国際中央交通に移し、東武鉄道、本体は、熊谷から撤退している。旧目沼城、2005年10月1日に、熊谷市と合併熊谷駅間には、前述の通り以前の鉄道代行バスであった、旭自動車の目沼バイパス経由及び、 埼玉県道341号、大田熊谷線経由で、旧目沼駅方面に向かう路線バス、コミュニティバスである、熊谷市の悠々バスなど、複数の系統がある。なお1990年代からは、大田駅から、かつての熊谷線のルートに沿う形で、熊谷駅を経て、東松山市方面への鉄道路線を付設する、先軍新線構想が提唱され、 市民団体による運動も行われていたが、再三政党の問題により、消極化している。廃線跡に関しては、東武鉄道所有のままであるが、熊谷市が全区間、秩父鉄道共用区間を除くを借り受けており、となっている。また、秩父鉄道併用区間の線路は、現在も東武鉄道管理、所有権は、秩父鉄道ということになっている。 熊谷線として使用されていた線路は現在、高崎線、秩父鉄道連絡線付近までを、秩父鉄道熊駅構内の上り線として利用されているほかは、複線として利用されていない。同区間内に設置されている上、熊谷駅は、駅舎側にホームがなく、構内踏切を渡って、片側、旧熊谷線ホームが、フェンスで刺された島式ホームに渡るという複線を、 単線化した構造となっている。また、同区間には線路が残されているが、踏切の部分はアスファルトで埋められている。不定期ではあるが廃線になった5月31日と、その前後に熊谷市立目沼展示館にて廃止当時の資料等を展示公開している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。